皆さんおはようございます。ただいま議長のご指名を賜りましたので、発言通告書に基づき2点について質問させていただきます。まず1点目に公共施設のごみ減量化対策について質問をさせていただきます。本市の環境センターは創業開始から30年以上が経過し、経年劣化による老朽化が顕著に表れており、随時修繕を続けながら稼働している状況です。現在、本市では、現敷地での施設の更新を市の最重要課題とし、丁寧に地元、地域に説明、ご理解を伺っているところでもあります。議会においても、環境施設対策特別委員会でその議論を重ねているところです。そのような中、守山市一般廃棄物ごみ処理基本計画が中間見直しされ、本年5月30日に市廃棄物減量等審議会よりごみ減量化の推進方策について答申を受けたところです。今回見直しにあたっては、近年人口増加等によりごみ量が増加している中で、老朽化が著しい環境センターを安定的に稼働させること、かつ、ごみの減量は喫緊の課題であること、また、環境施設の更新は市民全体の最重要課題であることを認識し、市民一人一人がごみ問題について考え、さらなるごみの減量化、再資源化への行動が必要との意見でありました。市はこの答申を踏まえ、ごみ減量に向けて総排出源単位を 5% 削減する数値目標を掲げ、そして具体的な施策としては、まず 3R の推進として、食品ロスをしないことの啓発、使用済み小型家電の別回収によるリサイクル推進、正しい分別方法に係る啓発の強化等であり、次に適正処理の確保として、環境センターへの適正搬入監視と指導の強化、多量排出事業者に対する訪問指導、事業系の処理手数料の見直し、などであり、さらには市民事業者行政の共同としては、コンビニにおけるごみの分別徹底、また事業所の取り組み事例の紹介や廃プラスチックの受け入れ規制、また生ごみの水切り運動の推進、転入者へのごみ分別の対策など、この7月から市民全体でのごみ減量化運動を実施されました。また同時に指定ごみ袋や粗大ごみ処理券の値上げを実施されたところでもあります。ごみ減量化に向けての方策については、市民全体で取り組まなければならないことは当然のことと理解をし、何点か質問をさせていただきます。まず事業系ごみ対策については、条例等におきまして、年間20トン以上排出する事業者には、一般廃棄物減量計画書の提出を、義務付けています。さらに30トン以上では、マニフェストシステムを義務付けて、減量意識の向上や分別の徹底、不法投棄の防止を促しております。そこで、まず事業系ごみを排出しているそれぞれの事業所数およびそれらが占めるごみの量の割合はどのようになっているのか、また減量計画を策定されている事業者に対してはどのような指導をされているのか、また本年度の新規事業の中で廃棄物適正処理推進事業を
重点事業として位置づけておりますが、これはどのような取り組みなのか、副市長にお伺いをいたします。副市長。それでは新郎議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。まず最初に、ただいま新郎議員には本市が最重要課題として取り組んでおります環境施設の更新に向けまして、現環境センターの老朽化による危機的な状況を踏まえる中、ごみ減量化のためのこれまでの取り組み合わせて本年7月より取り組んでおります。八幡市民全体でのさらなるごみの減量化運動の諸施策につきまして、ご理解をいただき、厚くお礼を申し上げる次第でございます。さて、それでは議員ご質問の公共施設のごみ減量化対策についてお答えを申し上げます。最初に、多量排出事業者から出るごみ量とその対策についてでございます。本市では事業系ごみの減量対策といたしまして、事業活動に伴う一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、ごみの減量意識の向上、分別の徹底、不法投棄と不適正処理の防止を目的といたしまして、平成9年の4月から年間20トン以上を排出する事業者に対して、一般廃棄物減量計画の提出を求めております。さらに平成10年7月からは、年間そのうちですね、年間30トン以上を排出する事業者に対してはマニフェストシステムの義務付けを開始いたしておりまして、以来事業系ごみの減量化を推進してまいっているところでございます。こうした中、ご質問の平成27年度における年間20トン以上の排出事業所数は32事業所でありまして、このうちマニフェストの提出を求めることとなる30トン以上の排出事業者の数は22事業所でございます。またこれら多量排出事業者の排出量は1年間で約2240トンに及びまして、本市の事業所全体から1年間に出るごみの総量約6200トンのおよそ 36% を占めておるという状況でございます。ご承知のように本市では老朽化の著しい環境センターへの負荷を少しでも軽減するためにごみ量を削減する必要がございます。そのために本年6月に一般廃棄物処理計画を見直しをさせていただき、特に事業系ごみを重点的に削減することといたしておりまして、今後事業所から排出される廃プラスチックの受け入れ規制、あるいは事業所に適正な受益者負担を求めるための検討を現在進めているところでございます。特に今年度は新たな施策といたしまして、廃棄物適正処理指導員を雇用いたしまして、多量排出事業所への訪問活動を実施し、環境センターの現況をご説明申し上げますとともに、各事業所におけるごみ処理の実態、あるいは課題等を聞き取った上で、ごみの減量化に向けた指導を行っております。さらに市内のコンビニエンスストアにおけますごみの分別区分が本市の区分と異なっておりますことにより利用する市民が混乱しているという声も寄せられておりますことから、各コンビニエンスストアの本部に直接出向きまして協議をさせていただきます中で、現在分別の徹底についてご依頼を行っているというところでもございます。こうした取り組みを進めているというところでございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。はい、ありがとうございます。環境センターが老朽化が著しい、もうこのことはもう全市民が分かっておられますし、業者の皆様、事業者ですね、の方々も、
知っておられるというもとで、こういう計画がなされているものというふうには思わせていただきます。引き続きのこういった事業は、現段階では非常に重要ですので、お願いをしたいと思いますが、新しく今年度から、取り組みをされています、廃棄物適正処理指導員を雇用していく、雇用して、訪問活動をしているということなんですが、この方につきましては、いわゆるどういった方、資格等々があってされているのか、今までそういうような経験を踏まえての方なのかをお聞きさせていただきます。副所。今のご質問ですが、適正処理指導員ということの資格、どういった資格をお持ちの方なのかというようなご質問でございますが、今聞いておりますのは、嘱託員として雇用させていただいてますが、その方の経歴といたしまして、そういった廃棄物のですね、処理事業所の方にお勤めの経験のある方ということは聞いております。特に取り立てた特別の資格ということは聞いてございません。11番新野文雄君。十分その方にも実態が把握されての指導をされているものというふうに思わせていただきます。当然ゴミの減量化に向けた指導を行っておられるということでございますが、この、現在今行ってやられている計画書がですね、実を結んでいるのかどうか、この成果についてですね、再度お聞きをさせていただきます。副長。この取り組みですね、減量計画書を出していただいてと取り組んでいるということの成果のご質問でございます。過去のデータからご説明をさせていただきますと、直近5年間平成23年から27年度までの5年間の推移で見てみますと、事業者数、多量排出事業者数といたしましては、23年度は25事業所でございました。それが27年度は32事業所と7事業所増えてございます。そうした中で当然ゴミの量ですね、ゴミの量もそれに伴いまして、23年度が2084トンということで、27年度が2243トンということで、当然事業所が増えております関係で、ゴミの量総数としても増えているというところでございますが、これで1社あたりで、1事業所あたりで割り戻して見てみますと、23年度が1事業所あたり83トン、それが27年度は1事業所あたり70トンということで、減少しているということでございます。そうしたことから、企業の努力等によりまして減量に努めていただいておる実績が現れているものというふうに考えてございますし、一般廃棄物減量計画のそういう制度の効果はあったものというふうに判断をいたしております。一層の減量会の啓発指導を努めてまいりたいというふうに考えております。以上答弁といたします。11番新野文雄君。減量化に成果が出ているということで、指導員の方も雇用してしっかりとこの計画に沿った通りの実行をしていただいて、減量化に努めていただくというのは、非常にこの、環境センターにとってもいい傾向であるというふうには思わせていただきます。次にですね、本題の方に入っていくわけなんですが、この公共施設により、排出されるゴミの減量化対策についてお伺いをさせていただきます。現在、本市の公共施設より排出されるゴミは、
家庭系ゴミとして取り扱われ、家庭系ゴミの収集ルートで収集をされています。昨年度の市役所はじめ、各園、小中学校、会館等の公共施設、おおむね39箇所の、年間のゴミ量を把握されておられるでしょうか。まあ、27年度調査させていただきましたところ、焼却ゴミでは137トン、破砕ゴミでは約60トンであり、まあ、当然これぐらいの量は出るものというふうに思われるかもしれませんが、まあ、今現在写真を提示させていただいております。この写真につきましては、市内の大規模校の小学校等々の例を出させていただいているわけでございます。その中で多いのが、大規模校の小学校で約14トンから5トンぐらいでありまして、現状の収集状況は写真のように学校給食の残差がその大半と思われます。当然、水切り等はなされているものというふうに思いますが、ビニール袋もあれば、バケツからの直接収集するなど様々でございます。各学校には大型ゴミ処理機を設置されていると聞いております。容量を超える分はこのように焼却ゴミとして処理されているというふうに聞きます。中学校においても、多いところでは約10トン。市役所の庁舎は約13トンでありました。当然のことながら、年間200トン近く、排出する森山市も一事業者に当たるのではないかというふうにも思われます。職員全体がゴミ減量意識を持ち、市民に、範を示さなければならない。こういうような状況から見てもわかることでもあります。そこで本市も、一般事業所と同様にゴミ減量計画を策定する必要があるというふうにも思いますが、そのことについての見解をお伺いいたします。副市長。はい、以上。公共施設から排出されるゴミの減量対策についてのご質問にお答えをさせていただきます。議員仰せのとおり、市役所をはじめ、小中学校を含みます39の公共施設から出るごみでございますが、現在、収集体制としましては、家庭系ごみの収集ルートの中で対応をさせていただいておりまして、今、ご披露いただきましたように、平成27年度のごみの量は全体で197トン、約200トンでございます。この中で特に小学校においては給食残差がその大半を占めておりますことから、各小学校の規模に応じまして1日あたり30キロから60キロの処理能力を有します生ごみ処理機を全校に配置をいたしまして、ごみの発生抑制に努めておりますものの、生徒数の増等に伴いまして現在ではその処理能力を超えるゴミが発生している状況でもございます。こうしたことから現在市民全体でのゴミの減量化運動を展開している状況下におきまして、ゴミ行政を扱う市の立場としての責務は言うに及ばず、市役所などの公共施設も市内の一事業所であることに鑑みれば、ゴミの減量化はまず市が率先して取り組むべきところでございまして、その意味で、去る8月1日でございますけれども、各公共施設に対しまして、今一度ゴミの排出状況を点検し、排出ゴミ量の1割の削減を目標に、さらなるゴミ減量化策を実践するよう、通知をしたところでございます。平成27年度に公共施設から排出された年間ゴミ量は、それぞれその39施設につきましては1トン未満、から多いところで約15トンという状況でございます。従いまして20トン以下でありますので、一般廃棄物の減量計画の提出の対象には規則的にはならないというものの、他の事業所の模範となるべく、また公共施設のさらなるゴミの減量化を図ると
という意味で、最も少量でございます地区会館とゴミの排出量が少ない、そうした施設は除きまして、一定量を超える施設の方から、一般廃棄物減量計画の策定について、検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。はい、ありがとうございます。これからゴミ減量化対策に、計画書を作って検討していくということでございますので、意識を持っていただければ、公共施設のゴミも減っていくものと、当然のことというふうに思います。市民にだけ、そういうようなことを言う、事業所とかだけにとどまらず、行政そのものが案を示していくという姿勢を常に持っていただきたいなというふうに思います。次に、公共施設のゴミ収集のあり方の観点からもお伺いをしたいと思います。本市では、ゴミの、処分費が公共減免扱いをされており、平成17年度までは収集については事業系ゴミ扱いで、ありましたが、他の事業系のゴミと混載できない事業や収集委託業務の経費削減の観点から平成18年度より家庭系ゴミとして、家庭系ゴミと公共施設のゴミを合わせた収集方法に変更し、処分費は従前通り公共減免扱いとしておられますが、市職員全体のゴミ処理にかかるコスト意識の低下やゴミ減量に対する意識が薄れているため、ゴミ量が増加し、収集業者にその負担を強いているとも聞き及びでいるところです。厳しい予算状況であることは大変理解はしておりますが、真にゴミの減量を推進しようとするのであれば、公共施設のゴミ収集のあり方についての検討を、あり方についてのを検討することとともにですね、全職員がコスト意識を持ち、ゴミ減量に取り組むことが重要というふうに考えます。ゴミ収集のあり方についての見解を改めてお伺いをさせていただきます。副市長。はい、以上。それでは、次にですね、ただいま、ゴミの、公共施設のゴミ収集の、あり方についてのご質問をいただきました。もとより、職員のゴミの意識という部分も、入っておるわけなんですけれども、当然職員といたしましても、やはりこの公共事業の推進事務の推進の上から出てくるゴミでございまして、常にですね、今日までも減量意識、そうしたものは持った中で業務に取り組んでいるというところでございます。そうした中で、ただいま議員はそのゴミの収集のあり方についてのご質問をいただきました。公共施設のゴミにつきましては、議員、今ご披露いただきましたとおり、平成17年度までは事業系一般廃棄物としての収集を行っておりましたが、ゴミ処理手数料につきましては公共施設から出るゴミは減免としておりますことから、他の事業所から排出されるゴミと混載ができないと、その関係で公共施設のに限った収集体系を取らなければならないと、業務の効率性あるいは経済性等の観点からは、そうした課題がございました。そうした中で、収集事業者と協議をさせていただき、合意の上でですね、平成18年度からは家庭系ごみの収集体制にそちらの方に合わせる中で公共施設のゴミを収集するという形態に変更して現在に至っているという状況でございます。ただいま議員からこうした現在の収集形態がともすれば、職員のゴミ処理にかかるコスト意識の低下、あるいは減量化への意識が薄れているのではないかというご指摘もいただきました。確かに公共施設から出るゴミを減少させるため、改めてですね、全職員が日常業務の中で減量化の重要性を認識する
く必要があると存じております。そうしたことから、まずは公共施設のごみの減量にしっかりと取り組んでまいります中で、他市の事例も参考にしながら収集方法の見直しによってですね、新たにその著しい費用が生ずることがないよう、その点に十分留意をしながら収集の効率性あるいは費用対効果の観点から収集のあり方について研究を重ねてまいりたいというふうに考えております。いずれにしましても公共施設において毎月のごみの増減の原因をしっかりと把握できるような仕組み作りあるいはごみの排出状況の見える化こうしたことを進めることによりまして今後一層公共施設のごみの減量を図ってまいりたいというふうに考えております。答弁といたします。11番新野文雄君。はい、ありがとうございます。今おっしゃったように、アリクダについての検討を、これから考えていくという、さらに、その、ゴミの減量化に向けての話も進めていきたいということでございます。いわゆる、町内だけの問題にとどまらずですね、やっぱりこれは収集業者さんとも協議を上というふうにも聞いております。事業者さんとのですね、協議は、一体どういうような会議で、携帯を持って今現状ではされているのかお聞きをしたいと思います。よろしいですか。副市長。はい、以上。収集業者との協議といいますか、意見交換という部分のご質問でございますが、今年度からですね、収集業者の方とごみ減量対策課、原価等ですね、都で、ごみの収集委託事業につきましての現状の問題点あるいは課題と お互い共有していこうということで、また今後の円滑なごみ収集体制、こうしたことの維持のためにもということで意見交換の方をさせていただいているという状況でございます。そうした中でその収集業者さんのとの意見も意見交換させていただきます中でですね、行政としてしっかりと現状の収集体制についての検証をしてまいりたいというふうに考えております。以上、答弁といたします。11番新野文雄君。はい、ありがとうございました。状況も等々もお伺いし、また前向きにも取り組んでいただけるということでございます。減量化に向けては、市民もし、ともに一緒に行政の方も減量化に向けての取り組みをよろしくお願いしたいというふうに期待をさせていただきます。次の質問に移らせていただきます。次に2点目に駅前商業地域におけるマンションの建て詰まり抑制策についてお伺いをいたします。現状本市の駅前商業地域は良好な教育環境、充実した医療環境、ホタルの生息が見られることなど自然環境等を背景に京都大阪へのアクセスの良さから人口が増加し、その方々の住居として利便性の高いマンションが立ち並んでおります。また駅に近いという好立地を生かして容積率など限度いっぱいに使った高層マンションがさまざまな角度により不整形な敷地にそれぞれにプライバシーを保ちながら立ち並んでおる状況です。その結果本市の見解ではマンションの建て詰まり感が顕在化していることが問題であるとし、そうしたことから現在の土地利用の実態や将来の方向性を踏まえて駅前開発をより守山にふさわしいものとなるよう誘導し、良好な住環境の維持のためその建築にかかる制限等を導入することが求められていると見ています。都市計画マスタープランにおいても駅前周辺の商業地域における建築物の建て詰まり等による景観や住環境の悪化を抑制する観点から
建築物の制限にかかる手法として、用途地域の変更、地区計画、建築条例等による車線制限の強化及び壁面線の交代、最高規定の強化、日英規制の導入及び開発指導要項の見直しなどを総合的に判断し対策を講じると方針を示されております。そして中心商業地としてのエリア価値の向上と良好な住環境確保、快適な住環境の創出のため、指定エリア、指定河川を明示し、建築、対象建築建物の建築条件を誘導していく施策を段階的に展開していくともしています。そこで何点かお伺いいたします。まず、この現状の指定を予定するエリアについて、ですね、特に銀座通り、蛍通りの商業地域については、すでに多くのマンションが立ち並んでおります。また、戸建て住居や商店も建て込んでいる状況でもあります。今後、マンション建設が進んでいくとは、なかなか考えにくい状況がある中で、なぜこの施策を進めようとしていくのか、改めて、都市活性化局長にお伺いをいたします。都市活性化局長。はい、議長。おはようございます。それでは、議員ご質問の、駅前商業地域におけるマンション建て詰まり抑制策についてお答えをさせていただきます。まず今回検討しておりますマンションの建て詰まりについてでございますが、一つは街路沿いの高層建築が道路際に連続して立ち並ぶことで起こります圧迫感に対する施策と、もう一つはマンション間の隣棟間隔、隣り合棟が非常に狭い間隔になるということの、そういうことによりまして住環境の悪化を及ぼす建て詰まり感に対する施策といたしております。エリアといたしましては、近年マンション建設が著しい駅前グリーンロードから中山道にかけての商業地域を対象区域といたしております。ご質問のすでにマンションや住宅等が立ち並ぶエリアで施策を進める理由についてでございますが、平成26年度から都市計画マスタープラン、この改定に取り組んでまいりました中で、マンションの建て詰まりについての対策を検討してきたところでございます。この具現化の施策として建築条例等による対策を進めていくとしたものでございます。今回指定を予定しております2つのエリアには、議員仰せのとおり現在すでに多くのマンションや住宅、商店等が立ち並んでございますが、これらの建築物の中には旧耐震基準で建築されました建築年数が経過した建物が数多くございます。こうしたことから現在あるいは近い将来さらなるマンション建設が懸念されていることでございます。このように私ども考えています施策は空間地だけではございません。一段の住宅等の建て替えとしてのマンション建設を見据えまして、長期的な視点を持って取り組むとしたものでございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。ありがとうございます。建て詰まり感が、あるのではないかという見解ではございますが、一方で、この建て詰まり感についてですね、住民の方々、住んでおられる方々からそのような声も出ているのかどうか、そういうような確認はされていたのか、ちょっとお聞きしたいと思います。都市活性化局長。はい、議長。私ども直接住民の方から建て詰まらかといったことで声をお聞きしたものではございません。ただ駅前でマンションが次々建っていくことで町づくりとしてどうなのかというような声は頂戴をいたしております。そのような中で今現在はマンションがごく近接して建っているという状況にはございませんが、今後残された土地の中にマンションが建っていきますと、今建っているマンションと非常に近接した場所に建つということも想定されます。こうしますと環境的にも非常に住環境としてもよろしくないということも懸念されますので、今回こうした施策を取り組もうとしたものでございます。以上で答弁させていただきます。11番、新野文雄君。マンション間で思うと、
それは離れている方がより、まあ、従来から、まあ、その住んでおられるマンションの方にとっては有効でもある。まあ、私心配するのは特に、その周辺の、まあ、平戸建ての住居のところですね、そういった方には影響はさほどないものなのか、それを再度お聞きしたいと思います。都市活性化局長。すで、に住んでおられます、あの周辺の戸建て、住宅の方にとりましては、あの新しいマンションが建つことによります影響というのは、まあ、一般的にございますように、日陰の問題とか、まあ、風の問題とか、そしてまた、たくさんの方が住まわれることによります交通量の増加と、そういった一般的な懸念はあるかとは思いますが、今、あの私どもマンション建て住まいと申しておりますのは、マンションとマンションの間が非常に近接して、まあ、火災等の場合の類焼、そういったものも懸念されるということもございますので、そういった視点からの対策を取っていくことをしているものでございます。以上、答弁とさせていただきます。11番、新野文雄君。はい。まあ、ちょっと次の質問を行かせてもらいます。次にですね、まあ、対象建築物に対し、建築条件の制限内容を、まあ、強化する、まあ、規制をかけていくということに対しては、それぞれメリット、まあ、メリットとしては、まあ、マンション間の今のおっしゃったように、間隔が広くなれば、緑の植栽ができたりとか、まあ、空がよく見えたりとかいうような、まあ、そういうようなメリットがあるのかなというふうに思いますが、まあ、デメリットとも、考えられる視点があるというふうに思います。特にデメリットとしてこの考えるのがこのエリア全体の資産価値に影響が出ることがあるのかどうかをお伺いしたいと思います。都市活性化局長。それではご質問の建築条件の制限内の強化によりますエリア全体の資産価値への影響についてでございますが、今回予定しております駅前商業地区につきましては、歩行者から見た圧迫感を解消し、駅前中心商業施設のにぎわいを生み出すため、地区計画等による壁面交代、また道路側の緑化、街路景観を形成する建築物に対して外観との規定を導入するものでございます。また駅前居住地につきましては良好な住環境を確保しようとするものでございまして、まあ、建築条例による最高補正係数を住居系に強化するとともに支点河川の護岸からの壁面交代を導入し、まあ、その後段階的に地区計画との施策を展開しようとするものでございます。まあ、いずれの施策につきましても良好な景観形成また住環境の充実を図るものでございまして、地域全体のエリア化し、まあ、こうしもうこれに対しましてはデメリットの影響は出ないものと私どもは考えてございます。以上でございます。11番新野文雄君。はい。まあ、それほど影響はないというふうに、まあ、回答ですので、まあ、そういうふうな結果になるのかなと、まあ、住みよい町になればそれだけの資産価値があるというふうにそういうような理解をさせていただきます。まあ、次に、まあ、建築条件等の誘導施策、まあ、細かいところはまあ技術的な専門分野でもありますが、まあ、こういったことを今現在、まあ、現在ではまだ発表はされていないんですが、今後におきましてですね、この条件等は住民の方たちもしっかり理解していただく必要があるというふうに私は思います。まあ、こういった丁寧な説明がいるというふうに思いますが、どのように伝えていかれるのかお伺いをいたします。都市活性化局長。はい、ただいま議員のからは、住民の方への丁寧な説明ということでご質問いただきました。まずは私ども駅前商業地域およびマンションの建て詰まり抑制の施策全体について、まあ、これにつきまして、まあ、広報やホームページを利用しまして広く周知を図ってまいりたいと考えております。また建築条例や地区計画
そしてまた景観計画などの具体的な個別政策の実施にあたりましては、まあ、関係する自治会の役員さんをはじめまして、まあ、必要に応じまして地域住民の方々お集まりいただきまして説明会を開催してまいりたいと考えております、まあ、その際にはできる限り模式図等を用いた分かりやすい説明資料を作成いたしまして丁寧な説明を行ってまいりたいとかように考えてございます、まあ、さらに実際に設計をしていただく設計業者への周知のために建築士また不動産関係団体への情報提供を行ってまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。11番新野文雄君。はい、まあ、当然のことながら、各分野ですね、必ず説明をしていただいてですね、誤解のないようにしていただきたいなというふうに思います。まあ、次に、まあ、こういう今現在は指定をされている部分を今考えておられるわけなんですが、まあ、商業地域もそれ以外の地域もあります、それ以外の地域については、まあ、どういうふうに考えておられるのか、お伺いしたいと思います。都市活性化局長。今ご質問それ以外の地域ということでございます。まずこの地域の設定した考え方を申し上げますと、駅前商業地区はより商業地区を集約する目的から沿線に商店街が張り付いている幹線道路沿いである語らい学び屋通りを中心に区域設定を予定しているものでございます。また駅前居住地区は駅前の利便性を享受する中より居住に配慮する目的からマンション林立により既存建築物を含めた居住環境の悪化が懸念される比較的狭い道路に面した区域を予定をいたしております。まあ、こういった区域に該当しない、まあ、その他の商業地域でございますが、まあ、これは商店街が張り付いていない比較的広い道路沿いの敷地が多くございます。まあ、今回指定予定のエリアのようなマンションの建て詰まりが起こる可能性が少ないことから施策実施のエリアに含めなかったものでございます。今後状況を見る中で必要があれば施策の実施を検討してまいりたいと考えております。なお守山市中心市街地におきます共同住宅の建築に関する指導要項の駐車場確保の緩和規定がございますが、この中で駅前商業地域におけるマンションの建て詰まり抑制策、まあ、これに基づく指導に従う場合に提供されるとの運用基準をこの中に定めましたことから、今回指定を予定していないエリアにつきましても、一定建て詰まり抑制効果が期待されるものと考えているものでございます。以上答弁といたします。11番新野文雄君。はい、ありがとうございます。まあ今回はこのマンションの建て詰まり感ということでの、まあ、抑制を、ということの意味合いであるとも、それのための規制をかけていくということではありますが、まあ、現状私も聞いておるときますと、いろいろなマンションの事業者の方が、まあ、計画をしていきたいというような話も聞きます。しかし、まあ、こういうような規制をかかることによってですね、まあ、用途替えを今度は、まあ、されて、例えば、まあ、商業ビル的な複合的なビルも、に変えていこうかっていうようなことになる場合もあるかもわかりませんが、その場合にはこういう規制が適用されていくのか、新たなそういうような抑制策も今後検討していくのか、ちょっとお聞きしたいと思います。都市活性化局長。ただいまのご質問でございますが、今おっしゃっていただいたように私のマンションを想定した、まあ、この条例等を今検討させていただいたところでございますが、まあ、今回駅前商業地域の建て詰まりにつきましては主に2つの施策を中心に考えさせていただいています。まあ、1つは壁面交代についてでございますが、まあ、これについては住居系のマンション、そしてテナント系の、まあ、事業系 の、 建物であっても同様に規制がかかってくるものでございます。ただ建築条例で言いますところの最高
行補正ケースによります強化につきましては、居室を有する建物ということでございますので、一般的なマンションが対象になってございまして、テナントビルとそういった事業系のビルには、この再行補正ケースは規制がかかってこないというようなことになってございます。ただ、テナントビル等につきましても、入居される業種によりましては、この再行補正ケースがかかってくる場合もございますので、ケースバイケースになろうかとは思っております。以上でございます。11番、新野文雄君。今の場合も、技術的なこともにもなるかもわかりませんので、誤解を招かないようにためにも、そういったところも、はっきりとしていただいて、説明も十分説明していただいてですね、要は、建物、高層のビルの建物が立ち並んでいく風景を、周りの人が望んでいるかといえば、そうでない部分もあるかもわかりません。これは人にもよります。ただし、その被害を被る部分もたくさんあるということで、そういったことも踏まえた上で、抑制策は、抑制策としてしっかりと、いかれるのなら、それは、私も応援をさせていただきたいというふうに思いますし、まずは住む方の事情、また、その周辺の環境もことも考えての策というふうにも理解させていただきますので、今後とも丁寧な住民の方にも説明をお願いをしていただきたいというふうに思いまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。